望月凛です。今回は自己開発と人間関係論の分野で活躍する心理学者であるジョン・グレイさんの書かれたベストパートナーになるためにを解説していきます。この本は一言で言うと男女の違いを理解し良好な関係を築く方法を学べる本だ。女性って何を考えてるのかよくわからないや。お前がそう感じているように女性側も男性に対してそう感じていることだろう。女性と男性では考え方が全く違うからな。お互いの違いを把握していないと相手の行動を理解できずにすれ違いが起きたり破局してしまう可能性も出てくる。今回の授業を受ければ男女の違いを理解しパートナーと分かり合えるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。一つ目は男性と女性はかけ離れた存在だな。はじめに言っておこう。男性と女性というのはお前が思っている以上に全く違う生き物だ。だから相手に自分の常識は通用しないと思っておけ。この本では男性は火星人で女性は金星人くらいの違いがあると言っている。男性と女性はお互いに全く違う価値観を持っている。これから解説する男女の違いをしっかり理解しておこう。次は女性は愛されている実感を求めるだな。まずは男女が異性に対してお互いに何を求めているかということについてだ。女性が男性に対して求めているのはズバリ自分が愛され大切にされている実感だ。男のお前はあまりピンとこないかもしれないが女性というのは孤独感を感じると憂鬱な気分になってしまう。パートナーの男性からいつでも自分が愛されているという実感を得たがる。だから構ってもらうことでこの実感を得たがっているということだな。構うと言っても何か大きなことをする必要はない。例えば彼女の話に辛抱強く寄り添って聞いてあげるだけでもいい。自分の話を納得いくまで聞いてもらって相手から理解を示してもらえるだけでも女性は愛されている実感を持ってくれる。次は男性は女性の満足を求めるだな。男性が女性に対して求めること、それは自分のおかげで愛する女性が満足しているという実感だ。男性は好きな女性ができると一気に変わる。恋をした途端自分のことと同じくらい相手のことを気にかけるようになる。すると女性を幸せにするために頑張るようになるんだ。男性にとっては自分のおかげで彼女が満足しているという実感こそが幸福だからな。男性は愛する女性からあなたがいてくれるから私は幸せですというメッセージを受け取るとそれが活力になって行動的になることができる。つまり好きな女性に必要とされているという実感があらゆる行動の原動力になるんだ。女性はパートナーの男性に対して自分はあなたといると幸せだということを言葉や行動で男性に伝え続けてあげるといい。例えば〇〇くんがいるとすごく安心するしいつも頼りにしてると一言かけてあげるとかな。次は男性の行動には口を挟まないだな。女性側に気をつけてほしいのが男性の行動には口を出さないということだ。例えば部屋を片付けている男性に対してまずはゴミを捨てるのが先じゃないとか、これはここに置いた方が綺麗に見えるんじゃないなどのアドバイスをする。もちろん女性は相手のためを思ってアドバイスをしているんだが、この余計な忠告が男性を苛立たせてしまう。男性は何でも一人でできるということを証明したい生き物なんだ。簡単に言うと男性は基本的に一人でできるもんなんだな。だから女性から余計なアドバイスをもらってしまうとそこでプライドを傷つけられてしまう。女性は彼氏や夫が何かをしているのを見てもっとこうすればいいのにと思ってしまうかもしれない。だが男性にとっては一人で全部こなすということに意味がある。アドバイスしたい気持ちはぐっと我慢して温かい目で見守ってあげよう。次は女性の話には口を挟まないだな。男性側に気をつけてほしいのは女性の悩みにアドバイスしようとしないということだ。女性が不安なことや悩み事について話すとき男性はつい本能的にこうすれば解決するんじゃないとアドバイスしてしまいがちだ。女性は自分の話に感情移入してほしいだけであってそもそも解決策を求めているわけじゃないんだ。例えば女性が職場の先輩が自慢話ばかりしてきて疲れるという話をしたとしよう。そこで先輩と距離を置いた方がいいよとか気にしなくていいんじゃないとか言ったらダメだぞ。女性が本当に求めているのは自分の大変辛いといった気持ちに共感を示してもらうことなんだよ。だからこの時の正しい答えはそれは面倒だね、そういうのって嫌だよねと言って相手の気持ちを理解してあげることだ。もし女性から相談を受けたらまずは共感から入るよう意識してみてくれ。次は男性は落ち込むと自分の殻にこもるだな。ストレスに直面した時男女でその後の行動に大きな差が出る。まず男性はストレスを感じると自分の殻にこもる傾向がある。このような時男性は自分の目の前
前のストレスをどうにかすることに必死になっている。他の人に対してはよそよそしい態度になったり、話の受け答えもほとんど上の空になってしまう。つまり精神的な余裕が全くなくなっているわけだな。さらにそのストレスをどうにか忘れようとして趣味に没頭したりする。例えばわざと仕事で忙しくしたり、部屋に引きこもってゲームに熱中したりだな。こんな時女性はどうすればいいのかというと、男性をしばらく放っておけばいい。男性が自分の殻にこもっているのを見て、なんで急に構ってくれなくなったのと苛立ちを感じるかもしれないが、これでも本人は必死なんだ。そのうちケロッとした様子で勝手に殻から出てくると思うぞ。次は女性は落ち込むと愚痴を言うだな。男性がストレスを感じると自分の中にこもるのに対し、女性は全く別の反応をする。女性はストレスが溜まると逆にオープンになって自分の感情についてぶちまけ始める。ひたすらただ思いつくままに話し出すため、話が尻滅裂になりがちだ。イライラして帰ってくるといきなり話し出して、ひたすらぐちぐち喋ってるから毎回結局どうしたいんだよって気持ちになってました。女性にとってはこうやって話すこと自体に意味があるんだ。ほら、思いっきり泣いたり怒ったりして感情を表に出すとすっきりするだろう。それと同じで女性は自分の気持ちを外に吐き出すことでストレス解消しているんだ。だから女性は話せば話すほど気持ちが楽になっていって、そのうち落ち着くだろう。男性はそれに耳を傾けているだけでいい。女性の話は基本的に聞いてるだけでいいってことですね。最後は女性には小さな気配りをこまめにだな。彼女や妻へ贈り物をするときに気をつけるべきことを紹介しよう。それは女性へのプレゼントは回数を重ねる方が満足度が高いということだ。男性はプレゼントを考えるとき一点豪華主義的な傾向がある。一輪の花を何度も贈るよりブランドバッグや海外旅行みたいな大きいものを一回にまとめて渡そうとするんだ。おそらくそれは女性へのプレゼントは豪華なものであればあるほど喜んでもらえると思っているからだな。男性は豪華なプレゼントの方が点数を稼げると思っている。花は1点だけど海外旅行は50点みたいな感じでな。だがもらった女性側の基準は全然違う。一輪の花をもらっても一回の海外旅行をもらっても同じ一点なんだ。女性にとってはプレゼントをくれたという相手からの気遣いが嬉しいんだ。そこに商品の豪華さは関係ない。だから詰まるところ男性からの気配りさえ感じられれば女性は物じゃなくても嬉しいんだ。例えば行動だな。彼女が車に乗るときにドアを開けてあげたり、こまめに好きだよと伝えたり、そういう小さな行動でも女性は男性の気遣いを感じて嬉しく感じる。だから大きなプレゼントで一気に点数を稼ぐというよりは、普段の行動や小さなプレゼントで回数を重ねることを意識した方が女性からの満足度は得られやすいぞ。女性と男性って本当に考え方が全然違うんですね。今回紹介したストレスへの対処法みたいに男女で全く逆の行動をすることもあるしな。だからこそ今回紹介したことを覚えておくといいだろう。そうすればパートナーの行動を理解することができ、お互いの関係も良好に保てるはずだ。はい、今日の内容をしっかり理解して彼女とうまくやっていけたらなって思います。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。